で先ほどから言いましたけども、沖縄というのは、えー、76年前の,あの大きな戦の中で、えー、一般の県民、えー、十何万という方が命を落としました。そして、えー、日本軍も命を落と,を落とした大陸から連れてこられた男性へ。 も強制道路そして女性は、えー、十分慰安婦ということで連れてってこられた方々の、まあ、遺骨というんですかねそういうのもマブニの方にありますそのマブニの方の、えー、話をする時は私はいつも、えー、父の話が 出てきます私の父は小学校5年生の時にマグニの方に避難をしていきます、えー。真ん中にお母さんがいて、私からはおばあちゃんに当たります。で、えー、両脇に私の父と、えー、私の父のお姉さん、私からはおばあさんに当たります。この3人でマグニ あの辺を富城からまぶりに向かって避難していく、そういう中で、えー、漢砲射撃の中で、岩陰に隠れて、3人で身をかがめて、少し漢砲射撃がやんだと、その時に立とうとしたそうです。そうしましたら、真ん中にいたお母さんが、私からはおばあちゃんですね、立たなかった。 この漢方射撃で、えー、の弾がそのままというよりもそれで、えー、弾かれた石が、えー、頭に直撃したようですもう即死ですそういう状況の中で小学校五年生とそしてお姉ちゃんこの二人で弔うこともできないわけですね、えー、みんな右往左往して逃げてるところでしたから、えー、後で来るからねと言って でえー、その母,母親の胸ポケットにある一枚の写真を取り出してそれを持っていきます。これは私の父のお兄さんです。えー、大陸の方に出兵してたようです。えー、年が離れていて私の父は、えー、次男坊ですからお兄ちゃんがいたわけですね。そのお兄ちゃんの写真が一枚入っていた。 えー、そのお兄ちゃんは大陸の方に出兵して、まあ、帰ってこなかったわけですけども、それを取り出したところ、血のりがべったりとついていて、それ一枚だけ、今も一枚だけが残っています。で、その、えー、直撃、頭に石を直撃でしょう。で、即死をした私のおばあちゃんは、 うん、私はもちろん会ったこともない。そのおばあちゃんの写真も本当に一枚あるだけです。そういうことを、あの、父は私には全く話をしませんでした。その話は、私は母から聞いています。母は、うん、同じ集落の小学校4年生だったと思います。ヤンバルの方に逃げました。 えー、食料のない飢餓状態の中で、ヤンバルの山々を彷徨ったわけです。そういう、父、えー、と母の、うん、戦争体験を知ってますので、えー、そのことをどうやって、 その自分の子供や孫そして周りに伝えていこうかということを考えています、えー、口で、えー、伝えるというそういうことをやっています交渉です、えーえー、私は普天間基地の周りを何箇所か案内するような平和ガイドもやっております、えー、そういうことで、うん、今回、まあ、皆さんの前でお話をし させてもらうことになりましたけども、これは、うんと、武器で平和を構築することは絶対できないんだという、そのことをみんなで考えていきたいと思います。